はい、今回は、本因坊戦リーグの一局から、一力遼天元対、佐田篤史七段の碁を、見ていきたいと思います。それではお願いします。この位置から挟んで、このね、繋いだ定石になってと。最近ではね、ちょっと珍しいですよね。で詰めていきましたね。黒はね、両がかりだったり、滑りだったり、いう打ち方ありますけど、こちらをね、広げる意味でこちらを打たれましたね。で、白もじっくり詰めてと。で、ここでつけた手がね、面白い手ですね。で、ここで白も、普通はこういうような打ち方になるんでしょうかね。で、こうやって。一例ですけど、こうやるとか、つなぐとか。こんな感じで、攻めようっていうことでしょうかね。黒は。薄いですけどね。どうなるか。こんなようなイメージかもしれませんが、ここでつけてこられましたね。これはどういう意味かというと、こっちで伸びたりすると、これ主張に、なるっていうことですね。ですから、黒も気合でこちらになりました。で、こうなって。面白い分かれとなりましたね。曲げてって。黒もね、ここどう手を入れていいか分かんないですね、こうなってみると。これではね、なかなかまだまだ念じにならない可能性もあるので。黒はどう打ったでしょうか。跳ね打ってからね。これ跳ねは打つか分かりませんけどね。つけてって。跳ね以外でね、何かこう、このぐらい打っていれば、地かもしれませんけどね。それだと、地にさせて、何かね、こうやってこの石を攻めていって、白もね、打とうっていう作戦だと思いますね。で、ここで下跳ねたんですけど、こうやって生かすぐらいだったかもしれませんね。なかなかこう、切りが入るのでね、死なない格好だと思うので、一例ですけどね。ちょっと生きられるとでも不満かもしれませんけどね。ちょっと不満だと見て、取り行ったわけですよね。取り行ったというか、ここの地を稼ぎながらね、行ったんですけど、切りが見事な反発で。白も生きることができて、ほぼね、先手で生きた格好になりましたね。で、ドミに回って。やっぱりこの石が、やっぱり生きた時点ではね、白がやっぱりちょっとうまくやったのかなと思いますね。で、取り、もうほぼこれでね、取り切ったようなイメージです。で、もう一手かけたんですね。黒もこうやれば大きく取れますけど、こうやってて、白をね、打てるという判断ですね。ここも、綺麗にいきましたね。
まあ、この辺りではね、はっきり白は優勢でしょうね。はい、ここを、まあ、手をつけていきましたけど、はい、黄色を見た時点で投了となりました。ここは取りに行くと伸びぐらい打たれて、ちょっと生きるスペースがないんでしょうかね。はい、ということで、はい、この辺りがね、まあ、勝負どころでしたけど、白が、綺麗にさばいた結果となって勝勢となったかなと思います。はい、じゃあそれではこの辺りで終わりにしたいと思います。はい、それでは失礼します。